パリ五輪に出場する U から23日本代表は、現地時間7月17日に開催国 U23 フランス代表と本番を前に国際親善試合を実施し、第1で引き分けた。試合終盤に立て続けの観客乱入が起こった。五輪に向けフランス入りした大岩郷監督率いる日本チームは、23歳以上のオーバーエイジ選手の入らない構成で本大会に臨む。 メダル候補の開催国を相手に重要なテストマッチとなった。日本は前半25分、相手のビルドアップにプレッシャーをかけると日本がボールをダッシュ。最後は MF3 のヘシュンスケのラストパスを受けた藤田が冷静に流し込み、苦しい展開の中で一対例の先制ゴールを奪った。だが、後半立ち上がりに追いつかれた。大岩ジャパンは押し込まれながらも粘りの守備を見せ、 熱戦を繰り広げた。その中で、トゥーロンのスタジアムでは試合終盤に観客がピッチに乱入。一度はスタッフによりピッチ外へと出されたが、立て続けに別の観客が乱入した。本大会でもこうした不足の事態も想定されるだけに日本チームは冷静さを失わないことが求められるが、大会へ向けたセキュリティという点では課題を残す試合になった。